隅田国際美術館の中山です。現在当館では開館以来新しく収集した作品から50点を選んで展示する新収蔵品展学芸員が選んだおすすめ50を開催しています。今回はその中から北斎の「富嶽三十六景神奈川沖浪裏」を紹介したいと思います。早速展示室に行ってみましょう。展示室に移動してきました。こちらが富嶽三十六景のシリーズの中でも特にグレートウェーブと呼ばれ、世界的に親しまれている神奈川沖浪裏です。富嶽三十六景は北斎が70代で発表した多色刷りの浮世絵版画シリーズです。北斎は富士山の見える風景を天候や時間帯、季節や場所といったさまざまな条件で描き分けました。また当初は36景というタイトルの通り36図を予定しておりましたが、人気に後押しされて最終的には46図まで続きました。早速作品を見てみましょう。左側から立ち上がる大きな波のダイナミックな腕に圧倒されます。波の表現に注目すると、波頭は一つ一つが鍵爪のような表現です。また波のしぶきは大小の丸で表現され、立ち上がる波の勢いを感じさせます。大波の奥には小さく雪の積もった富士山が覗いています。描かれている場所は江戸時代、東海道の3番目の宿場だった神奈川宿の沖です。現在の神奈川県横浜市神奈川区の沖あたりです。よく見ると大波の間を進む船が描かれています。これは江戸港、現在の東京湾の周辺の漁村から江戸へ取れたての魚を送る海賊船です。押送り船と呼ばれていました。長細い船の形や船の漕ぎ手も書き込まれています。神奈川沖浪裏は世界的にグレートウェーブとして親しまれていることからも、大きな波が印象に残る作品ですが、大波の向こうに超然と佇む富士山や急いで船を進める人物なども登場しています。ご鑑賞の際にはこのように細かく凝らされた北斎の表現を発見していただけると幸いです。